はい、廊下です。今回はですね、こちらアガベの本ですね。これが8月の18日に NHK 出版さんから発売されます。趣味の園芸12ヶ月栽培ナビネオのアガベ版です。こちらの本ね、シリーズで他にもエケベリアだとかコーデックスだとかハオルチアがあったかなっていうシリーズで発売されてる本です。僕はね、ちょっと古いタイプのこういった本はね持ってるんですけど、これがねネオになって新しいバージョンっていうのかなの本です。で、これ発売前になぜ僕の手元にあるのかというとですね、こちらの本作るにあたって、あの写真でね、うちの株が掲載されてます。はい、取材協力という形で協力させていただきました。なのでね、先に見本という形でうちの手元にあります。はい、で、これをちょっとどんな本なのかね、見ていこうと思います。はい、はい、で、こちらの本なんですけども、まあ、発売は先ほど言ったように8月の18日、あと1週間ないかなぐらいですね。 Amazon のページとかではね、もう予約のページができてます。で、これどういった本かっていうと、ここにも書いてあるんですけど、100種類以上のアガベを紹介、スタイリッシュな姿を保ちながら大きくするコツをじっくり解説、待望のアガベ栽培本と書いてありますね。はい、まあ、その通りなんですけど、100種類、とりあえず品種紹介のページはね、100種類、写真が載ってます。ちょっとね、中お見せできないんですよね、あの著作権とかそういうのの関係で、なかなか本の紹介って難しいようで、なのでちょっと想像しながら聞いていただければと思います。まあ数えたんですけど、ほんとぴったり100種類載ってます。これは、まあ、原種だけではなくてね、まあ原種だけではなくてというか、どちらかというと園芸品種が多いです。まあ美しいアガベですね、多いですね。一室面室の類、まあ、アトミックゴールドだとか、まあ、キュービックだとか、大平偉人、楊貴妃、その他もろもろそういうのとかね、あとはパリーの系統とか、そこそこね系統別には載っているようです。で、皆さん大好きなチタノタですね、まあ、現在オテロイに学名変わってますけど、これをねチタノタって表記されてには多分いろんな意図があると思います。はい、まあ、オテロイって学名もね、正直言うとちょっと戻るんじゃないかみたいなことも言われてたりとかしたりとか、まあその辺もあるんで、まあその辺加味してね、今のところチタノタって表記にしてるんだと思います。ちゃんとね写真があって、和名というか名前があって学名が載ってて、対処性、低温ん最低温度がどのぐらいかでいけるかとかね、あと原産地のがどこかとか、まあ、あとその株の特徴みたいなのが書いてあって、これはね非常に見やすいと思います。まあ、まだねこれからいろんなアガベやっていきたいなとか、こんなアガベあんの、どんなアガベがあるのか知りたいなっていう方には結構おすすめできる内容になってると思います。僕ね全部これ目を通してみたんですけど、しっかりしてますね、すごく品種のところも、そうですね、まあ、オランダの方の株とかそういったものが多いかな、選抜チタノタに関しては。まあ、最近のね台湾から入ってくるようなもののチタノタはないと思います。はい、まあ、しっかりとと言っていいのかな、園芸品種として成り立っているというかね、誰が見てもこの株って分かるようなしっかりした株が載ってますね。その他ヨタ演出ホリダとかね、あとはいろいろ、これねうちの株の写真がね16、7あるかな、全体を通すと20枚ぐらいうちの写真を使っていただいてます。まあ、うちの写真って言っても僕撮ったもんじゃなくて、
プロのカメラマンさんが撮ってくれた写真です。すごくね、写りは綺麗です。結構マイナーな品種から、まあ、メジャーなところまでかなりいろいろ載ってはいますね。まだ全然アガベの種類わかんないよって方にはおすすめできるポイントだと思います。まあ、斑入りの品種から、まあ、斑のない青のもの、あとマクラーカンサなんかはね、タイプ違いでいろいろあったりとか、そうですね、フィラメントのもの、まあ、ピンキーとかね、その辺の株とかもありますね。あとはこう放射状になるアガベとかいろいろ、まあさすが100種類あればそこそこ見応えがあります。はい、それであとはね、この本の特徴、この12ヶ月栽培ナビって書いてある通り、順番に季節ごとというよりも1月から12月まで順番にね、1月はこんな管理した方がいいですよ、ね、今この時期は害虫が出やすいですよとか出にくいですよとか、まあ、肥料はこの時期はやった方がいいですよとかやらない方がいいですよとか、あとね、よくうちにも質問すごく多いんですけど、水やり頻度やペース、まあ、そういったこともね、本なりにしっかり解説してあって、まあ、基本はしっかり押さえた本だなっていう印象です。はい、2月3月とずっとあって、あと用土の話なんかもね、こういった用土作ってみたらどうでしょうみたいなのとか、植え替えのこと、株分けのこと、そういったこともねしっかり書いてあります。あとね、発根の方法とかも書いてありますね。うちでやってるようなやり方だったりもします。あ、この辺はね、うちのやり方がどうこうっていうよりも、この著者である鶴岡さん、ここですね、鶴岡さんは関東の方だとかなり知ってる人多いと思うんですけども、覚醒園っていうね、老舗のサボテン園の園主さんになります。通称秀さん、通称って言っていいのかな、鶴岡秀明さん著書です。さすがプロなんでね、もう3代目のサボテン屋さんなんで、まあさすがにプロでね、よくこの内容も調べてあって、まあ、この書くにあたってね、学名のこととかも、結構この手の植物の本って学名のこととかね、和名のことになると相当慎重にならないとおかしな情報がいっぱい出回っちゃったりするんで、まあ、相当ね悩まれていろいろ調べながら書かれたようです。まあしっかりした、ね、内容になってます、その辺は。はい、学名はね結構曖昧な部分があったりして、ストリアータとストリクターとか、まあその辺はね、まあ見解が違って学名が違うみたいなこともあるんで、まあ今回ここに書いてあるのは鶴岡さんの見解ということで、読んでみると面白いと思います。あとは皆さん気にするのは増やし方、縦割りとかね、アガベの増やし方っていうのは切ったりとか、横に切るだとか縦に切るだとか、芯を潰すだとかね、いろいろあるんですけど、まあ、そういったことね結構書いてあります。縦割りってなんだよとか、胴切りってなんだよとか、まあ、そういった言葉がねわからない、どういうことを指してるのかわかんないって方もね、この本見れば結構わかると思います。あとは未生、未生っていうのは種から増やすことです。まあ、そういったね未生のやり方、こういったケースでこういうふうにやるといいよみたいなこともしっかり書いてあります。あとはまあずっとこう12月までの管理の仕方が続いて、そうですね、あとはね、これはねもうアガベもう育て方とはね、そういった本はいいよという方、その方におすすめな部分はこの原産地の環境、要はアガベが自生してる自生地ですね、これの写真とともに、まあ、写真をが撮られてそこにコメントがついてるんですけども、このね現地の風景と原産地の気候、これは原産地だとこのぐらいの降水量があってこういう温度、最低最高温度がこのぐらい平均ですよみたいな、そういう表がね、まあがっつりとではないですけど、そういうことも書いてあります。でこの鶴岡さん、学生の鶴岡さん、こういったね現地にも行かれて実際目にしてる方なので、
まあね、この辺の話もちょっと面白いかなと思います。僕はね、結構この表とかいいなと思いました。表があるんですけどね、グラフで。はい、あとはアガベの育て方の基本みたいな、生育のサイクルについて、置き場所についてとか、水やり、鉢とか培養土についてとか、道具、肥料の施し方とか、あと簡単な Q&A が載ってたりします。はい、まあこの本ね、まあ一番おすすめしたいのは初心者の方、あとはもしくはこれからねアガベをやりたいとか、アガベを一株とか買ってきたんだけど全然育て方わからないよという方にはかなりおすすめの内容だと思います。まあ基本的なこと、本当に基本的なことは書いてある、網羅してあるっていう感じの本になります。うん、それでこれベテランというかね、もうアガベはわかると、育て方も育ててるし、何でも育ってるし、まあ、品種とかもね大体わかるっていう方だと、まあ、ちょっと物足りない内容なのかなっていう部分もあります。まあね、写真集として見るとか、まあ、あとはさっき言ったように原産地の情報をちょこっとですけど見るとか、まあ、あとなんだろう、アガベの日本語の本ってねほぼないんですよね。この丸々一冊アガベっていう本、アガベってまあその雑誌の特集的にアガベを取り上げられたりとか、そういったものっていうのは情報としてあったんですけど、アガベを全面でね、まあ、アガベの育て方1から10までアガベっていう本って今まで日本語の本だとなかなかなかったので、まあ僕はもしこういう取材に関わってなかったとしてもこれは買ったと思います。まあアガベ好き買ってもいいのかなっていう感じの内容にはなってると思います。はい、はい、それでうちの株結構出てます実は。まあどの株が出てるかっていうのはまあ見ていただいてからちょっと探してみてください。うちのやつね、だいたい用土見るとねわかるかもしれない。あとこの辺にある株なんかもうちのかもしれないですね。結構ね、結構たくさん載せていただいて、見開きのねページとか1ページドンみたいな写真も何枚かうちの株だったりします。こう写真撮り方がね、やっぱ黒バッグで撮ってたりとか、まあ、白いバッグの場合もあるんですけど、まあ、綺麗ですよね、浮き立ってね、さすがプロのカメラマンって感じでした。まあ、取材の裏話をすると、まあ、実はこの部屋でね撮ったんですけど、幕を張って株を一つずつ持ち込んで撮られてましたけど、非常にねやっぱプロの方の仕事ってすごいね、間近で見てると、あ、綺麗だなと思いました。僕撮ってもなかなかこうはいかないんで、まあ、ジェミニフローラとかね、そのちょっとなんだろう、今の流行りのアガベではないですけど、ジェミニフローラの写真とかこれ見るとおおってちょっと思いますね。これうちの株です、ちなみに。ちょっともし買われる方いたら見てみてください。はい、まあね、全体として非常にまとまったいい本になってると思います。で、まあちょっと残念なところも言っとこうかな。つってもね、正直僕はあんまりこの手の本に、まあ、期待している部分がないつっちゃあれですけど、もう自分のやり方とかっていうのがある程度確立しちゃってるんで、そんなにね情報として見るっていうよりは、まあ、興味で見るっていう方が多いんですよね。まあ、そんな中で、まあ、こんなことがもし載ってたらいいなっていう、まあ、欲を言えばですよ、この厚さのね、このサイズの本にそこまで詰め込むのはなかなか難しいんです。これでもかなり充実した内容だと思うんですけど、まあ欲を言えばアガベの和名と学名の対照表とかね、まああと、まあ、学名とかそういったものについて、まあ、もっと突っ込んだところですね。まあ、そうなっちゃうと学術書みたいになっちゃうんで、まあ、一般の人におすすめできる本ではなくなっちゃうと思うんですけど、そうですね、まあ、なのでまあ
あんまりこれで残念な部分っていうのは僕の中ではないかな。まあ多少ひいき目に見てる部分はあるかもしれないですね、うちの株が乗ってるっていうことで、はい。まあですけど、まあ、それを差し引いてもよくできてる本だと思います。まあ、なので、まあ、もしね興味があったら、今ね Amazon の販売ページもできてて、まあ、Kindle 版もあるみたいなんで、まあ、ダウンロードで電子書籍としてね読みたいって人も買えると思いますので、まあ現在予約になってるかな、予約ページがありますんで、販売は8月の18日からということなんで、まあ、もしね興味があって、まあアガベの本見てみたい、まだこれから育て方どんどん学んでいきたいみたいなね方はぜひ買ってみてください。はいはい。あと、まあちょっとこれはおまけ的な話なんですけど、まあ、これ僕持ってる本で、まあ、これもねがっつり読み込むっていうよりもちょっとね面白そうというか、人のやり方が見てみたいとか、世間ではどういうやり方やってんのかなっていうのを確認したいとかいう時にね、ちょっと開いて読んだりしてます。まあ本はねやっぱりパッと開いて見れるっていうのがいいですよね。これはいつだったかな、これそんなに古くないと思うんですけど、これは長田さんの書かれた本ですね。これはこれもねやっぱり栽培の1月から12月までしっかり書かれてて、まあほとんどね弁慶草メインですかね。まあこういった本もありますんで、まああと冒頭にもお話した通り、このネオっていうタイプね、ネオシリーズって4冊ぐらいは多分僕の把握してるだけで出てると思うんで、まあね他の多肉植物にも興味あるよって方はね買ってみるといいと思います。それと、まあさっき学術的なことというか、まあしっかりその辺もね見たいって人は、まあ、アガベの本だと今、まあ、分かりやすいところだとこれですね。これはグレッグ・スターさんって書いてる方が書いた本になるんですけど、アガベズっていう、これは全部英語の本です、洋書です。こんな感じ、まあ図鑑、アガベ図鑑みたいな感じですね。学名順に写真とともに載っている本になります。まあこの方はね一応学者さん、アガベの学者さんっていうことになっているんですが、まあ、学者と呼んでいいのかな、うん、まあ分かりやすいところだとオバティホリアとかハバディアナもそうだったかな、まあ、そういったもののね学名をつけられた方です。それと今話題になっているアガベチタノタとオテロイ、この2つのねものが異なる植物なんじゃないかっていう論文を発表した方です。まあこれ書いた頃はまだそのオテロイに関してはなかったんですけど、そういう学名ってオテロイっていう名前ね、まあその論文を発表された方になります。まあね内容はね、まあ、そのアガベについてこれはどこどういうとこに生えてて、まあ、こういう環境下でこのくらいの大きさに最大サイズになりますよみたいな、そういうのが英語でつらつらと書いてあります。まあ僕もねこの英語よくわかんないんですけど、翻訳しながら、まあ、ちょいちょい読んだりねしてます。あとねこれ面白いところはね、後半にその紛らわしいアガベ、まあ先ほど言ったストリクタとストリアータとかね、ジェミニフローラとムルジフィリフェラとか、まああとフィリフェラシジゲラとかのね違いみたいのがちょっとね載ってるんですけど、ちょっとねこれもね分かりづれんですよね。これねはっきりもっとはっきり分かる写真と同じような環境を育てたもので比べてほしかったなっていうのがこの本の残念なポイントです。はい、まあアガベの本ってねまだまだそんなにはないんで、まああとはもう一番有名なところだとジェントリーさんの本ですけど、まあね本当に学者の本なんで、まあ難しいっすよね。あと最新なんて言うんだろうな、新しくないんで学名が今と変わってたりとかっていう部分もあったりするんでね、その辺はまああと日本語の本でもおすすめできる本ってあるんですけど、それはすごいうんと昭和のね半ばぐらいの本で、そのちゃんとした和名とね学名の対象表が載ってる本なんですけども、それがおすすめできない理由としては、
あのね、今と学名が全然違うんですよ。だからあれを鵜呑みにしてそのまま発信されちゃうとぐちゃぐちゃになっちゃう。あの、分かってる人だったらいいけど、分かんない人があれ見ると、あ、これはこうなんだってそのままね、素直に受け取っちゃうと今と全然違うよって。当時は学名がなかったりとか、当時はこれとこれが同じものだと思われてたんだけど、現代だと分かれてるとか、そういったことっていっぱいあるんで、まあその辺がね、分かる方が読むと面白い本っていうのもあります。今度ね、なんか機会があればそういった本もご紹介してできればなと思いますけど、今回はこちらか、こちらのね、本のご紹介でした。まあそれではまた次の動画でお会いしましょう。どうも。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。ベルマークをオンにしていただけると通知が届きますのでご活用ください。それではまた次回の動画で。